ャンネルをご覧いただきありがとうございます。ぶつまるです。本日は、補聴器が、私の自分の補聴器が来たので、その紹介をしていきたいと思います。補聴器は、今までやっていたのショートの方とかでも上げてたんですけど、武装がいつもかっこいいって言ってた、前してた方の補聴器は、なんか貸し出し用のやつで、自分のではなかったので、今日は自分の、もう本当に自分のになった補聴器をちょっと紹介したいなと思います。で、今補聴器つけているんですけど、その補聴器の紹介をしていきます。まず、箱ですね。で、リオネット。リオン株式会社の方のリオネットの、リオネット補聴器を購入しました。で、私は、ネーミングまだ、そんなに行ってないので、安くして、補聴が効いて安くしていただいて、安く補聴器をすることになりました。なので、私は両方つけているので、その補聴器の紹介をしていきたいと思います。じゃあ、私の色がですね、右がこちらのクールブラックという方の右の本当黒いかっこいい感じの補聴器です。で、左がこちらの赤のベルベットレッドっていう補聴器の色にしました。で、まあなんで赤と黒にしたかっていうのはもう大体予想がつくと思うんですけど、赤がまず山田君のメンバーカラーなので。こっちの赤は一つ山田くんのメンバーカラーにしました。で、黒は、まあ、普通に黒赤赤にしたらちょっと目立ちすぎるかなっていうので、まあ、黒も好きなので黒にしました。傷も目立ちにくいしということでこの赤と黒にしました。でですね、私が、している補聴器が、まあ、そのリオネットの補聴器なんですけど、でリオネットって書いてます。でこちらがクールブラックの方の箱で、箱もかっこよくて来た時ちょっとテンション上がりました。でこんな感じで入って、この中にまず最初補聴器が入ってたんですけど、こんな感じで最初補聴器が入ってました。で、ケースがそのもらえるんですけど、なんかケースさ、こういう、見にくいかもしれないんですけど、ちょっと水色と白で、ちょっと、まあ、私は使わないかもしれないなっていうことで、こっちの方を使っています、今。両方これに入れています。で、これはちょっとどういう種類、何の種類だったかっていうのをちょっと忘れたんですけど、なんか、このリオネットのやつでも結構いろんなマキシエースなんとかとかいろいろあって、結構、ちょっといっぱいあったので、何を買ったか忘れました。で、まあ、この中には、これ、今時のやつって本当すごくて、スマホのアプリで補聴器のボリュームを調節できたりとかする。だからその場に応じて、なんか、電車とかだとうるさいから、ガタガタガタっていうのがうるさいから、それでちょっと小さくできたりっていうのが、携帯のアプリでできたりとか、あとはリモコンとかもあったので、その紹介が、取扱説明書が書いてありました。で、まあ、私が読んだ中の取扱説明書を読み返していくんですけど、まあ、まず、この、私が買った補聴器が、もともと、保険が効かなかったら、23万ぐらいです。で、両目だったら50万ぐらいするちょっといい補聴器を買わせていただきました。で、なんか操作の説明なんですけど、まずここに下にありますね。まず操作の説明なんですけど、まずここにボタン入れがあります。ここのここをパカッとしたらボタン入れがあって、ここに電池が入ってます。で、これ電池がここに入ってて、このボタンが、ここがボリューム大きく、上の方がボリューム大きくするので、こっちの下の方がボリューム小さくするボタンになります。で、このボタンはちょっと何のボタンかよくわかんないんですけど、まああんまり使ってないです。ただ、ここで調節できたりとかするので便利です。で、まあ付け方としては、まずこれプラスマイナスどっちも関係なくて入れていいですので、こうして、で、完全にこう、カチッて止めないようにして、ちょっと開けるようにして、そこから耳にかけて、耳に装着してからボタンをこう、閉めて入れるそうです。で、この補聴器をつけるんですけど、まずさっき言ったように、こういう風に、完全に閉めずにちょっと開けておいて、で、ここをまず、耳をこうかけます。で、耳かけたら、ここのクリッてなってるところがちょっと硬いんですね。この上の部分は柔らかい感じなんですけど、ここのクリッ、クリッてなってる角のところは硬いので、ここを持って、この穴に刺します。で、ここ耳ちゃんとかけて、で、最後に、ここの電池入れてるところをかけて、入れたら、鳴り出します。あ、今入りました。で、その、すぐに入るんじゃなくて、3秒後くらいに入るらしいので、最初の方入らなくても心配せずに、その設定によって違うらしいです。10秒後のこともあれば、ただ電池を持つようにするために3秒後になってるらしいです。補聴器をし始める、その、きっかけが、まず小学校の頃から、聴力検査、学校では聴力検査に毎回引っかかってて、で、まあ、それで心配だから、耳鼻科の方に行ったら、まあ、補聴器つけてもいいし、補聴器が合う耳だから、っていうふうには言われました。で、ただ、その、波があったのと、まあ、あとはやっぱり補聴器をつけたら、メガネと一緒で、なんか、メガネもそのメガネに頼っちゃうから視力が悪くなるみたいな感じで言われてるらしいので、まあ、それも一緒で、その耳が悪くなるのかなっていうので、ずっとまあつけてませんでした。ただ、やっぱり、
中学に入って、まあ、一応受験生で、まあ、勉強もしてないですけど、まあ、授業中 の、 その声、先生の声とかも結構遠くなっていて、で、まあ、それで、まあ、耳鼻科にもう一度行ったら、じゃあ補聴器つけるみたいな感じで行って、学校の、学校というか、その病院に来る補聴器屋さんの方に相談して、補聴器をつけることになりました。まあ、補聴器をするとやっぱ快適に過ごせて、本当、その、今、武装が、愉快な音楽を流してるんですけど、やっぱその声とかも結構遠くとも聞こえたりとか、あと2つ部屋が離れてたりとかしても、やっぱ友達の声も聞こえたりとか、まあ、親の声も聞こえたりとかで、結構便利というか、嬉しいなっていう感じです。で、保険が適用したので、両耳、私の、まあ、市町村ではですけど、まあ、両耳かけて、5万かからなかったです。それぐらい本当、今、手当てが分厚くて、本当に迷っている小学生や中学生がいたら、まあ、やった方がいいなっていう、今やってよかったなって思っているところです。では、最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録、コメントお願いします。まあ、補聴器に関する質問とかがあれば、答えれることは答えるので、ぜひよかったらコメントの方にお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。またお願いします。